始まり今日の商店北九州、お題は北九州未来創造芸術祭アートフォー SDGs。 SDGs 持続可能な開発目標をテーマにした芸術祭、会期は4月29日からって今週の木曜からだ。準備も着々と進んでいるみたい。芸術祭にはおよそ30組のアーティストが出展します。その一人、段塚英樹さん。公園に植物を植えて人を形作るそうです。名付けてハーブマン。巨大な人型をした言ってみればハーブガーデンなんですね。胃に効く薬草は胃に、肝臓に効く薬草は肝臓に、心臓に効くのは心臓に、目に効くのは薬草は目に植えられてるんです。併設するカフェでは植えられているものと同じハーブを使ったハーブティーが飲めるんだって。まさかこんなのが体に効くのとか、確かにこれうちの玄関先に雑草として植わっているやつと同じだとか、そういったその身近な気づきにですね、つなげていけたらなと思ってるんです。こちらも出展作家の一人、和田英さん。使わなくなった電化製品を使って作品作りをしているそう。今回使うのはレジなどでおなじみのバーコードリーダー。スケートボードにバーコードリーダーを取り付けて、しま模様をこうプリントして地面に展開し、そこを滑るとその白黒がそのまま音の波になって聞こえる。会場では長さ20メートルのバーコードを地面に貼り付け、バーコードリーダー付きのスケートボードで演奏します。知ってるものと知ってるものが知らないものになるっていう、取扱説明書に載ってない使い方を編み出していくのか、そういう視点を持って楽しんでいただけたらと思ってます。北九州未来創造芸術祭の特設サイトもあります。さあアクセス。今日の商店、 SDGs をテーマに見どころが盛りだくさん。まもなく開幕、北九州未来創造芸術祭。隅から隅まで続いとお楽しみください。